ゴールドのヘルメット、純白のユニフォームの明治大学が入場してまいりました。これもさあ、そんな早稲田大学が入場してまいりました。ここでもしスピードを止めていたら、もう広永の空間できてます、間合いでちぎられていましたが、はい、ボールがこぼれたぞ。うわ、もったいない、無得点ですか。先制のチャンスを逃しました、明治。これはもったいないですね。先制のチャンス、角度は画面奥に少しあります。最初のキックはどうだ。審判のジャッジはコンプリです。先制は明治大学。このランニングバックのランをこう警戒するために中の枚数を増やしてきていますね、はい、花宮に持たせていく、一線を抜けた。それに対して二線を抜けて、抜けた、いっちゃう。これはタッチダウンコースか。あとは1対1、スピードでちぎった、逆転タッチダウン。すごいな、今久保田セーフティー来てましたよ、スピードでちぎりました、早稲田大学。さあ、ただセカンドダウン17ですからね。ファーストダウンが少し遠のいてる状況です。2回でファーストダウン取りたいんですが、ミドルゾーン狙ってった、これはよく取った。金子キッカーは近藤凛、東邦学園出身の3年生。軌道は大丈夫ですね、はい、よし、キックを入れて6対71点差となりました。タッチダウンが欲しかった明治でしたが、まずは3点を追加して7対6、逆転とはなりませんでしたが、追いつきつつあります。2年生、下級生が育っていると来年以降も楽しみですね。楽しみですよね。プレッシャー、さあ自ら持っていく、1人2人かわしていって、まだ空間があるぞ、サイドラインを1人2人カットでかわしていった。今すごいですね、ここもまたキックとなります。ここも追加点です。ゆっくりゆっくりですね、はい、近藤のキック3連続で9対7、ここに来て明治大学が逆転を見せました。好機を伺っていましたディフェンスライン陣、ボールを弾いた、そしてそれをリターン、そのままエンドゾーンに走っていく、1人追いついていった、エンドゾーンギリギリのところまでリターンをしていきました明治大学。パントブロックされたんですよね。勝負のゴール前、ダイブで持たせていった、入りました、手を上げている、ボールはエンドゾーンに飛び込んでいるように見える。勝負のフォースダウン、守り切ったか、エンドゾーンにボールを持っていったか、ボールが入ってから膝をついている、膝をついているボールがどこにあったかというですね、はい、タッチダウン、追加点は明治、15対7、点差を引き離します、はい、さあ早稲田にとってタッチダウンは第一条件です。奥に1対1、これは抜けているぞ、レシーバーが取って、ナイスロー、ロングゲインとなりました、ロングパスが通った、8番の入江、なかなか先導役者の入江に来ましたね。ここもパスでいく、インターセプトだ、ここで明治に値千金のインターセプト。試合終了まで残り2分30秒、追いつきたい早稲田、どんどんパスで攻めていきます、インターセプトだ、勝負を決定づけるインターセプト、また深尾ですか、真ん中のゾーンに深尾がいました。腕は振り切れている状況です、国本、ここは決め切りたいところ、奥に行った、ボールが少しショート気味だ、これはインターセプトがまた出てしまった、調子は終わりましたね。試合終了16対7で明治大学の勝利です。